おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも私、バッケンでございます。さあ、今回プレイするゲームなんですが、こちらね、まあ、あるゲームの続編なんですけども、おそらく1作目はプレイしたことがある人たくさんいると思うんですよ。ただこの続編の2作目はプレイしたことがある人あんまりいないんじゃないでしょうか。まあ、元々はアイレムがアーケードでリリースしたゲームで、まあ、その後任天堂がファミコンに移植したんですけども、まあでも当時そのファミコン版は100万本以上売れるほど大ブームとなりましたからね。もちろん私も持ってましたよ。ということで、こちらアイレムから発売しましたスパルタン X2 をプレイしたいと思います。それでは行きましょう。スタート。今回難易度はノーマルでプレイしたいと思います。さあ、プレイするとまずはこのデモ画面から始まるんですよね。はーい、ジョニー。やあ、トレイシー。どう、フレイミーは見つかったの？これは敵の名前ですね。ああ、ちょうど今追ってるところさ。やつは今列車でダウンタウンに向かっている。そこへ着くまでに取り押さえておくから出迎えよろしく。了解。ってことで、ステージ1、炎の追跡をプレイしたいと思います。さあ、このゲーム基本的には前作と同じステージクリア型の横スクロールアクションで、主人公のジョニー・トーマスが麻薬シンジケートを壊滅させるのが目的となっています。まあ、名前がトーマスなので前作と同じ主人公だと思うんですけども、その辺はね、曖昧にされてるんですよ。で、操作方法はパンチとキック、あと上ボタンでジャンプなので、これも前作と同じですね。まあ、前作との大きな違いというと、やっぱりストーリー性がアップしたことと、あとね、やっぱりこのグラフィックですよ。ファミコン後期のアイレム作品ということだけあって、グラフィックに関してはファミコンでもトップクラスなんじゃないかと思います。もういろんなステージで背景が二重スクロールしますからね。さあ、言ってる間にステージ1のボスまで来ました。こいつはね、これ近くでしゃがんで必殺技のこのアッパーカットを当てるっていうのが、まあ一応倒し方なんですけども、これしゃがんでると体が点滅するんで、点滅してる時にパンチボタンを押すだけですね。失敗した。もうちょっと近くか。これぐらいか。さあ、これでステージ1クリアしました。そんな強いボスではないんですけど、倒し方知らないとね、ステージ1から結構強いんですよね、このボス。さあ、フレイミー城、容疑麻薬所持ですね。ちょっと内田裕也さんっぽいな、なんか気のせいかな。では続いてステージ2です。やあ、スティーブ。やあ、ジョニー、何か分かったか？フレイミーを締め上げて分かったんだが、奴はサウスハーバーの第三倉庫にいるチンゲンサイというマジシャンから薬を流してもらっていたらしい。俺はこれからそこへ急行する。了解した。応援がつくまでは勝手な行動を取るなよ。ということで、ステージ2、闇の不当ですね。まあ、勝手な行動するなよって言われた主人公は勝手な行動するっていうのはね、刑事ドラマのお約束ですから。これね、本当にあのステージのバリエーションがねすごくて、そこはねもう前作とは比べ物にならないですね。ただアイレムのゲームにしては難易度がねやっぱ簡単すぎるっていうので、物足りないと思う人も結構多かったみたいですけど、まあ多かったというかプレイした人の中では多いと思うんですけど、私はこれくらいの難易度の方が遊びやすくて好きかな。若干ちょっとね、キャラクターが前作よりちっちゃくなったんで、あ、しまった、あ、やってもうた、危ね。そこがちょっと物足りないって感じる人もいるかもしれませんね。ってことで、ステージ2のボス、チンゲンサイ。こいつは、こうやってもジャンプ蹴りやってりゃ、割と、簡単に勝てると思います。正直ステージ1のボスより弱いんじゃないかな。あ、いた。あと一発なのに失敗した。あと一発なのにやべえ、くそー、あと一発からすげえダメージ食らっちゃった。
途中まですごい良かったのにね。さあ、これでステージ2もクリアしました。さあ、名前チン・ゲンサイ、容疑は麻薬密売ですね。まあ、こうやってだんだん事件がつながっていくわけですよ。やあ、スティーブ。やあ、ジョニー。どうした？チン・ゲンサイが密輸に使っていた船が間もなくこの港に着く。ちょっと調べたいことがあるんで出迎えに行ってくる。おい、まさか、もうチン・ゲンサイを片付けちまったのか。まあね。やれやれ、とにかくだな。こちらの応援がつくまでは。この言いかけてる途中で無線を切る感じがいいですね。ということで、白い航路をプレイしたいと思います。まあ、あっという間にステージ3まで来ましたね。まあ、ステージ数はね、全6面なんで、そんなに長くもないし、あと1ステージも、まあ、見てわかる通り、割と短めなんで、まあ、多分普通にやれば30分かからないんじゃないでしょうかね。まあ、前作も1周クリアするだけならかなり短かったですけどね。まあ、それこそ早い人だと6分か7分ぐらいでクリアしたみたいですよ。で、このゲーム練習の時にクリアまでやってみて思ったのは、まあ、全体的に簡単とはいえ、ステージ5のボスはね、かなり強いと思いました。で、あとステージ6の道中もちょっと難しかったかな、慣れるまでは。失敗した。よかった、体力満タンになった。まあ、こいつももうジャンプ蹴りを連発してれば比較的楽に勝てるんじゃないかなと。さあ、これでステージ3もクリア。これ体力満タンまでいくか。あ、いかないか。さあ、ビリー・ベイリー、容疑は麻薬密輸。まあ、さっきと同じですね。さあ、続いてステージ4です。やあ、トレイシー。はい、ジョニー、スティーブがカンカンに怒ってたわよ。毎度のことさ。ところで、今回の密輸に使われたのはこの船だけじゃないんだ。あるサーカス団が使っている輸送機との連携プレイによって薬が送り込まれている。トレイシー、大至急用意してくれ。え、どうするつもり？今は説明してる暇がない。急いでくれ。はいはい、わかりました。たく、私までスティーブに怒られるじゃない。ってことで、ステージ4はこの飛行機が舞台ですね。ザ・サーカスというタイトルですけど、ここがまたね、グラフィックすごいんですよ。本当にこのゲーム背景むっちゃ綺麗なんですよね。背景の綺麗さで言うと、もう本当にファミコントップレベルだと思う。ここはね、やっぱこう飛行機の上ということで、こうやってちょっと後ろに戻されちゃうんですよ。あとね、BGM がこのステージむちゃくちゃかっこいい。これね、何気に軽く遊んだ時は、なんか前作と違いすぎて、なんかもう一つだなと思ってたんですが、これちゃんとやっていくとね、やっぱさすがはレアソフトに、おっとっとっと、レアソフトになるだけのことはあるなと思いましたよ。ちょっと体力満タンで来たかったけど、残念だな。あいた。回復かと、もう一回ぐらい出ないかな。あのゴリラ倒してたまになんか回復出たような気がするんだけど、気のせいかな。さあ、ってことで、ステージ4のボス、このゴリラですね。こいつ強いね、意外と。やば、めっちゃ強いぞ。これやられそうだな。やば、これはもうアッパーカットで決めるしかないと思ったら、さあ、こっからなんですよ。実はこいつがね、本当のボスなんですよね。あー、やられてもだ。くっ
そ、とうとうここでやられてしまいました。しかもこれやられるとね、ボスからじゃないんです。ちょっと戻されちゃうんですよね。できるだけダメージは抑えていかないと。さっきよりは若干体力は残ってるぐらいかな。こうやってる方が、こうやってる方がいいな、これ。と4発ぐらいかな。1発。じゃあ違う、今のは当たってない。普通にキックのがこれいいんじゃない？ もしかして今。ジャンプ蹴りの威力はでかいね。めっちゃ効くね。やべ、危なかった。あと一発だった。助かった。さあ、これでギリギリクリアしましたけども、体力全然残ってない。さあ、ミスターベンジャミン、麻薬密輸、密輸ばっかり。さあ、続いてステージ5です。いやー、スティーブ、何がやだ、今どこにいる？さあ、今どの辺かな。サーカスを見にやってきたら随分遠くへ来ちまった。ふざけるのもいい加減にしろ。いや、本当だって。ただこれからこの事件の黒幕のいるシーソン島に向かっているのは確かさ。いかん、戻れ。これ以上勝手な行動は。ということで、今回も勝手な行動をしましょうか。ステージ5、白き砦をプレイしたいと思います。まあ、さすがにちょっとこのライフでクリアするのは難しいかな。そこまでの腕はないかな。まあ、一回わざとやられるのも手かなという気はするんですけども。ってことで、まあ、わざとやられたわけではなくて、普通にやられてしまった。まあまあ、結果オーライということにしておこう。割とね、これ1アップが早いんで、まあ、普通にやってりゃ残機に困ることはないんじゃないかなという気はします。あ、ね、あいつ強いんですよね、このステージの雑魚敵の中では。まあ、ステージが短いんでね、多少最初からやり直しになったところでそんなにデメリットはないんですけども。まあ、ラスボスというか最終ステージみたいな雰囲気はありますね、ここ。ただここ本当にボスが強くて、正直半分運ゲーでやってます。さあ、ボス来ました。来た。あ、くそ。いや、これは負けるぞ。近づいてきたらアッパカットを決めるっていう。まあ、もう本当にその繰り返し。まあ、いろんな倒し方ね、ちょっと検証してみたんですが、これが一番安定してるかな。くそ。ほい。くそ。当たってない。あー、くそ、下に投げてきた。正直ね、下に投げられるともう反応できないんで。あ、いった。あと一発ぐらい当てたら勝てるかな。くそ。うおーし、今のはラッキーだった。かなりいいパターンだったよ。さあ、ということで最終ステージまで来ました。今のところ
1機だけか死んでんのは。じゃあ2機死んでんのか。さあ、マーダーリン、容疑は麻薬密売ね。密輸より犯罪の規模が下がったような気がする。気のせいかな。ということで、ついに最終ステージ。ようこそトーマス刑事、いや今はジョニー・スパルダンだったな。お、ラスボスの登場です。また会えるとは思わなかったよ。シーソン、どこにいる。君にはこれまで随分と貸しがあるんでね。ピストルなどであっさりと殺したのでは面白くない。君が死ぬのにふさわしいステージを用意しておいたよ。もし生きてこのステージをクリアすれば、私が相手をしてやろう。もっとも、君は私に倒される運命にあるがね。ではステージ6、過去の清算をやっていきたいと思います。いや、このゲームがちゃんと前作とつながりがあるという設定だったら、さっき出てきたのはミスター X ですよ。あの前作のラスボスの、まあ、だったらいいなとは思うんですけど、まずはね、ここをしっかり抜けてラスボスまで行かないと。ここね、ほんとね、慣れるまでめっちゃ難しかった。まあ、慣れるとそんなすごい難しいってわけではないんですけど、攻略手順を知らなかったらめっちゃ難しいと思います。ただ覚えればそんなに難しくはなかったかなと思ったけど、これは死ぬ。あ、これはダメだ。せめて中間ポイントまで行きたい。頼む。あー、失敗した失敗した。難しくないなんて言わなきゃよかった。この下に落ちてくるこの針、これダメージむちゃくちゃでかいんですよ。ただまあまあ、ライフゲージは最初にちょっと食らっちゃったとはいえ、これぐらいあればまだマシかな。これぐらいかな。先ちょっと後ろに下がりすぎたような気がする。これぐらいだ。ちょっとこの足が半分入るぐらいの距離がいいかもしれないですね。こうですね。今更コツを見つけてもって感じだけど、これでようやく中間ポイントに来ました。ここがまたね、厄介なんですよ。この一番私が苦手な雑魚敵がいっぱい出てくるんで、ちょっと攻撃する前にさっさと、あー、回復出ないか、やば。さあ、ラスボスまで来ました。こいつがね、見た目もミスター X っぽいんですよ。あ、一発でやられた。くそー。でもボスからできるからね、ここまで来たら。体力満タンならそう怖いボスではないです。こうやって下がって適度な距離でこうやってアッパーカットを打つだけ。まあ、今みたいにジャンプ蹴りされるとね、ダメージでかいんで、あれは大変なんですけど、あれさえされなければまあまあ、一発がでかいんでね、そこはちょっと大変ですけど、ボス自体は弱いと思います。ってことで、これで全ステージクリア。いやー、あっさりといえばあっさりでしたね。3回ぐらい死にましたけど、4回か。さあ、任務完了。やっとレイシー。ジョニー、生きていたのね。心配したわ。誰が死ぬって言った。黒幕のシーソンは倒したぜ。それより薬の製造工場を見つけたんだが、迎えに来てくれないか。それなら心配ないわ。今、スティーブがスワットを引き連れてそちらに向かっているわ。え、スティーブが、参ったな。またどやされちまう。トレイシー、悪いんだけど、俺死んだことにしといて。襲撃みたいな感じで出るパターンかな。ジャッキー・チェーンの映画はこういうパターンの終わり方が多かったような気がします。 1990X 年、ジョニー・スパルタンによって巨大麻薬組織は滅亡した。だが彼の仕事はこれで終わったわけではない。
この世に悪が存在する限り、彼はこれからも戦い続ける。さあ、ということでございましてですね、今回の動画ここまで見ていただきましてありがとうございました。4回ぐらい死んでもね、20分弱でクリアできるという非常に短いゲームなんで、お手軽にチャレンジできるっていう意味ではすごくいいゲームなんじゃないかなと思います。まあ今はね、プレミア価格になってるので若干手に入れるのは難しいですが、もし機会があればぜひプレイしてみてください。あとこの後少しおまけも入れてるので、興味がある方はよかったらそちらも見てくださいね。さあ、ということでここからはおまけでこのファミコン版のスパルタン X をプレイしたいと思います。まあ、スパルタン X2 がね、意外と早く終わったということもあるんですが、あとね、動画の中でこのゲーム6分ぐらいで早い人はクリアすると言ったので、まあ、今だったらノーミスクリアでやるとどれぐらいのスピードでクリアできるのかなっていう、まあ、ちょっとその検証も含めて、まあ、あとはね、スパルタン X2 と1との比較っていう、まあ、その辺も含めてちょっとね、動画に入れてみました。もともとはね、ジャッキー・チェンの映画スパルタン X を題材にしたゲームなんですけども、ただもう内容に関しても全く関係ないですよね。正直このゲームを見て映画の内容が分かる人がいたらもう超能力者だと思う。さあ、これでステージ1クリア。まあ、途中ちょっとナイフ投げてくるやつ、あいつの相手をしたんで時間のロスになっちゃいましたけど、まあまあ結構いい感じでいけたんじゃないかな。まあ、私そもそもね、スパルタン X って映画より先にこっちの方がね、体験してしまったんで、なので、あ、しまった、初めて映画を見た時にゲームと全然違うってことに驚きましたもん。やば、いやー、やばい、これはやばい、これはやばいぞ。結構ダメージ食らってしまってる。てかノーミスでこっから行くつもりでやらないと。あ、危ない、よし、危なかった。間に合うか、間に合うか、間に合うか、ギリギリ間に合った、助かった。よし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 。まあ、今回時間を競うっていうのもあるので、もうノーミスクリアを前提にやっていこうかと思います。もう1回でも死んだらやり直しで、っていうかもうすでに2回やり直ししてます。1回目はステージ3のボス、2回目はステージ5の道中でやられちゃいました。なのでこれが3度目の正直っていうやつです。まあ、さっきみたいにね、ギリギリクリアしたっていうのを1回でもやっとくと、その後意外と調子が上がったりするもんなんですよ。まあ、今ダメージを食らってしまいましたが、あー、しまった。まあ、このスパルタン X ってやっぱアーケード版よりね、動きがすごくいいなと私思うんですよ。そこがやっぱ任天堂のすごいとこだなっていう。めちゃくちゃギリギリだな、さっきから。なんとかクリアはしてるけど、逆にね、2回目の時はほぼほぼダメージ食らわずにいってたんですけどね、すごいいい感じで、これ動画にしたら見栄えもいいなと思ったんですけど、結果はステージ5の道中で死ぬっていう。まあ、見栄えが悪くてもノーミスで行く方が大事なんで。このままボスまで行けないかな、無理か。危ね、おお、いけた、よし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 。一回消えてもう一回パンチのつもりが、なんか消えたのか消えてなかったのかわからない感じでしたね、今のは。よしよしよし、
なんか調子があんまり良くないながらもちゃんとノーミスできてる。このミスター X が笑ってる場面、ここでスタートボタンを押すとね、永遠にミスター X が笑うっていうどうしようもない裏技があるんですけど、今回はもちろんそんなことはやりません。さあこっからね、できるだけ、あーしまった、ダメージを抑えてボスまで行きたいけども、後ろから敵が来てる時の方がありがたいよね。よし来た来た、よし来た、ミスター X 来た。こいつの倒し方ってジャンプ蹴りで倒すっていう人と、こうやって下蹴りで倒すっていう人、2種類に分かれると思うんですが、私はこの下蹴りの方がやりやすいと思うんですよね。さあということでクリアしました。時間は結局何分ぐらいかかったのかな、でもまあ6分ぐらいでいけたんじゃないですか。ということで、今回ここまで見ていただきましてありがとうございました。ではでは、バイバイ、またよかったら見てください。